どうも、アスナロサイエンスのまゆこです。今日の動画はですね、とてもゆるい動画になってますので、お茶でも飲みながら聞いていただければなと思ってます。今みんな家から出られないじゃないですか。で、私は2年前の秋にですね、南アフリカに3週間ほど観測のために滞在していたわけです。でもう旅行行けないのやだなと思って写真を見てたら、とても懐かしかったので、ちょっと写真を一緒に振り返って、観測所の生活ってこんな感じなんだよというのを一緒に見ていければなと思います。ではどうぞ。はい、ここから長旅に出発するまゆこです。日本から南アフリカまでは、まず羽田から香港で、香港からヨハネスブルグ、ヨハネスブルグからケープタウンという道のりです。もうほとんど20時間ぐらいかな、もうちょっとかな、かかります。一番、人生で一番長いフライトに備えてちょっと緊張した顔をしています。これ日本を出たのか香港に着いたのかですね。で、夜を越えて朝を越えて、はい、南アフリカに到着しました。これはヨハネスブルグの空港だったと思います。で、ここからは国内線でケープタウンまで向かいます。この山脈がちな景色なんですけど、西の方に行くに従ってだんだんと温暖な気候になっていくので、こうやって緑が増えてきます。これ畑かなと思います。はい、ケープタウンの空港に到着しました。で、ここからケープタウンから観測所も近いかというと、すごく遠くて車で 4,5 時間かかります。ケープタウンから観測所までは週に一度のシャトルバスが走っていて、それに乗ってみんな行き来します。めちゃくちゃ山が大きくて綺麗で、もうこの辺感動して写真を撮りまくってました。実際南アフリカにね、自分が行くなんて思ってもみなかったので、多分この景色はもう二度と見れないぞと思って、こんな風にところどころにはスラムみたいな街もあります。あとね、この荷台に乗る人々で、だんだん内陸に行くに従って本当に何もなくなっていって、すごく広い高原になります。はい、でここがもうこの5時間経ってます。5時間経って観測所の一番近い町、サザーランドという町というか村かな、サザーランド村です。ここはね、観測所に来る観光客の方が立ち寄る村になっているので、バーの名前とかもバージュピターとか、ホテルスターリースカイとか、そういう宇宙に関係する名前の場所がすごく多くて、とても素敵な町でした。で、こんな感じで最近プラネタリウムがついにこのちっちゃなアフリカの村にできたらしいです。スペース&アストロノミーって書いてあって、これ実際中には入れなかったんですけど、車から撮ってて、私これ写真撮ってると気づかなかったんですけど、このプラネタリウムの前に羊がいっぱいいるっていうね、さすがアフリカということで、ここからサザーランド村を抜けてさらに15分ほど車を走らせると、はい、サザーランドオブザバトリーに到着しました。多分上に書いてあるオブザバトリウムというのがアフリカンス語という南アフリカの公用語だと思います。で、下が英語で書いてあります。南アフリカの人々はだいたいアフリカンス語か英語か、どっちかを第一言語として喋ることができます。はい、ここが観測所、とっても綺麗な白い建物です。ここが観測者が食事取ったり宿泊するような施設になってます。周りは本当に何もないだだっ広い草原です。緩やかな山があるんですけど、この山の上の部分が、観測所、望遠鏡がいっぱい立ち並んでいるところで、で観測者たちはそこから下に降りてきてここで生活をしています。私ですね、どこ向いてるんですか。はい、こんな感じですごくお花も咲いてれば、植物もすごく日本にはないようなアフリカらしい植物が咲いています。ただテネリフェの山でもね、似たようなものを見たことがあるような気がします。多分そういう気候の植物なんでしょう。はい、ここが観測者の宿泊棟です。私はこの左側のところに住んでました。ここですね、ここに住んでました。中はこんな感じになってます。で、2つベッドがあるんですけど、私はこの今回は1人で利用してました。個室でシャワーも
トイレもついてて、かなり快適に過ごすことができました。これはね、トイレットペーパーが犬の柄で可愛かったから撮ったやつですね。これは南アフリカの、あの電気のコンセントの形って本当に独特な、すごい大きい3個の棒で、こんなもの他のところで使ってないので、日本の形のプラグからの変換っていうのがないので、日本の方からヨーロッパの方に1回変換して、ヨーロッパの方から南アフリカの方に変換するっていう、南アフリカではあのコンセントが長くなりがちです。ここは観測者が一緒に過ごすラウンジみたいなとこですね。ここで天気が悪い時はおしゃべりしたり会談したりしました。はい、これその横にある図書館みたいなところです。こんな風に作業できるスペースもあったりします。はい、あ、にごっとしてますね。お花、私このためにあの新しくカメラを買ったので、至る所で写真を撮りまくっていました。で、こんな風に草原が広がって、上に見えている銀のドームの建物はソルトという高径11メートルの大望遠鏡です。はい、かわいいね、この多肉植物みたいな。ということで、じゃあね、いよいよ上の望遠鏡に上がっていきましょう。望遠鏡のあるところまでは車でも登ることができるんですが、私は車を持っていなかったので、こうやって徒歩でも10分ぐらいで上がれるんですけど、道がいかんせん整ってないので、すごく砂というか土の草原の中をかき分けて歩いていくような感じになります。はい、こんな風にここをまっすぐ登っていきます。なんか本当に最初に登った時は、この光景夢で見たことあるってなんかすごい思いました。めちゃくちゃ感動したのを覚えてます。はい、ということで上にやってきました。ここに見えているのが5つ、1、2、3、4、5、6個ぐらいかな、望遠鏡見えてますね。いろんな国の望遠鏡が立ち並んでいます。今この下に見えているのが私たちの宿泊施設です。はい、この左手前、一番奥に見えているのがソルトで、左に見えているのは韓国の望遠鏡、右に見えているのは74インチの望遠鏡ですね。岡山にある望遠鏡と同じ形の望遠鏡になってます。これはね、誰か観測者の人だかが連れてる犬です。よく見ました。はい、これが私たちが観測をしていた望遠鏡、 IRSF という名古屋大学が作った望遠鏡です。中はこんな風な口径 1.4 メートルの可愛らしい望遠鏡が入ってます。これは赤外線のカメラがついている望遠鏡になってます。こちらは観測者の部屋です。この部屋の、左側に望遠鏡があって、右側のこの四角い部屋がワンルームみたいな観測室です。トイレもなければ水道はこの外側っていうね、ちょっとあのなかなかアナログな感じの観測所です。日本の望遠鏡なので、マニュアルとかは結構日本語で整っています。で、ここにあの時計が2つ並んでるんですけど、これは日本時間と南アフリカ時間が並んで示してありますね。結構居心地は良かったです。で、私到着した時にすぐ観測始められる予定だったのですが、実は装置が不具合が起きていて、しばらく観測できませんでした。で、私自身も体調を崩していたので、しばらくは休んだりしながら、あの装置のお手伝いをしたりとか、周りを見て回ったりしてました。何が問題だったかというと、この赤外線望遠鏡は冷却してやる必要があるんですけれども、そのための真空にする、装置の中身を真空にするっていうのがうまくいってなくって、なぜか空気の真空度が下がらないという問題がありました。で、それで何が問題なんだろうつってポンプを変えたりとか、いろいろとやっていたわけです。その写真が残ってます。で、やっと数日かかって真空が引けたよ、やったーというのがこのピースのマークですね。ここから真空引けたので冷却を開始しました。で、冷却しきるまでにも一晩二晩かかるので、その間はしばらくあの別のことをしてました。例えばこれは観測所の中にある一般の人向けの博物館みたいな施設です。こんな風になんか色の見え方についての展示があったりとか、ソルトの模型があったり、これがね、私がとても好きだったんですけれども、これはキルト時に南アフリカの星座にまつわる絵が描いてあります。例えばこれ何だと思いますか？真ん中にあるの、これはあの天の川だそうです。
日本ではね、天の川って天の川って言ったりとか、あと英語ではミルキーウェイとか言うんですけど、アフリカではこれをこうやって焚き火をした煙が上がっている様子に捉えるんだそうです。こうやって星座にもアフリカのね動物たちが出てくるのがとっても面白いなと思いました。はい、でここからちょっと観測所の食事を並べてみました。観測所の食事は基本的にはバイキング形式で、お肉とか魚が1品と、サラダが1品と、あとご飯みたいな煮物とかそういったものが1品っていうのが多かったです。結構私は好きでした。あと羊肉とかが多くて、時々ウサギの肉も出てきました。多分苦手な人は苦手かもしれない。多分これラム肉ですね。あとデザートもあるんですけど、めちゃくちゃに甘いっていう、これめっちゃ甘いキャラメルのムースでした。これ夜食です。夜食はだいたい観測所に持って行って食べることが多いんですけど、これ私はずっと食べてましたね。はい、美味しそう。わ、すごい伸びる。これは観測所に自分が日本から持ってったおしるこですさあ、じゃあいよいよ夜が更けてきました。これは上に上がって外の様子を撮っている、多分この日も観測がなくて写真を撮りまくってた日ですね。結局ね、夕暮れっていうのが一番綺麗だと思います。こうやって、あ、一番星が見えてきて、だんだんと沈んで、こんな感じでカメラで撮ってました。富士フィルムの XT100 というやつ使ってます。これ夕焼けの写真をとにかく撮りまくってるっていうことですね。で、夜が更けてだんだんと望遠鏡が開いていきます。はい、巨人がいますね。この写真結構気に入ってます。これは向こう側、山の向こう側で雷がすごくって、本当はピッカピカ光ってたんですけど、写真にうまく収められませんでした。ちょっとだけ稲妻が見えてる。で、向こうは雷なんですけど、この上はすごく綺麗で、これが星空です。この一番2つの星がサザンポインターと呼ばれる星の並びで、その下にあるのが有名な南の星座、南十字星です。いや、写真がねもうちょっと上手だったらいいんですけど、まだこの辺は試行錯誤しています。そして夜が更けて、はい、ちょっとこれも写真下手くそだけど、天の川が見えたりします。はい、こんな風に写真を自分で撮るのは初めてだったので、とっても楽しかったです。これ綺麗ですね、望遠鏡と天の川。あ、突然私が出てきました。これはね、観測してるふりしてるけど、まだこの時装置直ってないので動画編集してますね。装置が直るまでの間は他の望遠鏡に遊びに行ったりもしました。これは岡山にある188センチ望遠鏡と同じ形の望遠鏡です。こんな風なすごく大きいドームでした。で、観測室は同じようにドームの中にあります。この日はね、なんか南アフリカのアーティストさんが来ていて、望遠鏡の音を取りたいということで、こんな風に装置を貼り付けていました。で、みんなでなぜかそれを見学しました。はい、これは韓国の望遠鏡に遊びに行った時ですね、もらった超辛いラーメンです。あとはウィリーというおじさんと一緒にいつもメンテナンスを行ってたんですけど、ウィリーとすごく仲良くなって、観測所の中を一緒にドローン飛ばして遊んだりしてました。これはウィリーに連れてってもらった技官さんたちの部屋に置いてあった、すごい技術者向けのものたちですね。かっこいいなと思って写真撮ってます。これは望遠鏡のミラーを、コーティングし直すための装置です。これはね、さっきのソルトという口径11メートルの大望遠鏡に遊びに行かせてもらった時です。ソルトは望遠鏡自体が大きいので、ドームもすごく大きくって、中もビルみたいになってて、こんな風にソファーがあって、休憩、冷蔵庫まで置いてあったりとか、すごい居心地が良さそうでした。で、これが実際にソルトの望遠鏡、大きすぎて全然カメラに収まりきってないです。こんな風に複数のミラーを合体させて蜂の巣みたいな構造にして、口径11メートルを達成してます。私たちの望遠鏡はこちらですね。夜が更けていく時です。で、望遠鏡が開いていって観測開始という感じですね。
実際ここからは観測の日々なのであんまり写真撮れていません。時々観測の最中に外に出てパッと写真を撮るような感じでした。これはあのオリオン座ですけど、日本で見るのと真逆を向いてるのがわかるでしょうか。右下にベテルギウス、左上にリーゲルがいて、コミツボシが上の方に並んでます。南半球だなというのを実感させられました。これもスバルが多分日本とは反対向きに見えてます。これもあの三日月が左上に見えてるんですけど、この三日月もあの三日月の形をしてるんですが、実際にはもう満月が欠けていく段階の月です。月の満ち欠けも真逆になります。あ、これは観測している私ですね。この時多分めちゃくちゃ眠たくって、一回観測の最中に20分ぐらい寝落ちしたことがあります。でその間に観測が止まっちゃってて、あの後でメールで謝りました。観測中は結局こんな風にパソコンと向き合いながら仕事をしてます。はい、頑張ってますね。この装置は日が昇ってくるまで観測ができるので、だいぶ朝明るくなってから帰るような感じです。こうやって明るい中もう一度歩いて下に降りていきます。時には天気の悪い日もあって、ていうか後半はずっと天気が悪かったです。で天気悪くなるとソルトも全く見えなくなるという、最初数日間だけ一緒に行ってた同行の方がいて、そこから先は一人きりだったんですけど、で2週間後に先輩が来てくれて、そこからは先輩と2人で観測をしました。もう話し相手がいるだけでとっても気が楽で楽しかったです。でこれはね、あの完全に霧が出てしまって、もうじゃあ観測やめて下の宿泊施設に戻ろうっていう時に先輩の車に乗って降りてるんですけれども、あの先輩もペーパードライバーだし、車霧がすごすぎてその中を車で降りていくので、もう超騒ぎながらゆっくりゆっくり下ったっていう思い出の写真です。こうやって雨が降った時とかは何をするかというと、寝ちゃうと生活リズム崩れちゃうので、みんな夜中も起きてラウンジとかにいます。でなんかお話ししたりとか、こうやってビリヤードをしたりします、はい、というのが、まあ、ここまでが観測所の話かな。あとはここからはおまけみたいなもんで、これはね、あの観測所の周りにいる動物です。結構どこかしこにいます。ここもあのほら、人間が作った装置のすぐそばにいるのが分かると思いますが、これはスプリングボックっていう牛の仲間だそうです。あとはダッシーっていうちっちゃいあのネズミみたいな動物とか、あとウサギも見ました。そういうのは可愛いんですけどすぐ逃げちゃうし、あと噛まれるとやばいらしいので近づきません。あと写真もね、すぐ逃げちゃうから撮れないんですよ。スプリングボックだけは時々いるっていう、本当にこうやって望遠鏡のすぐそばにねいるんですね。可愛いんですよ。ということでこの辺かな。でこれも最後の方ですね。もう最終日に近い頃に一緒に過ごした観測者の人たちと写真を撮ったりしています。みんなそれぞれ違う望遠鏡の観測で来てるんですけど、シャトルバスが1週間に1回しかないので、だいたいもう1週間みんなで食卓を囲むことになって、とても仲良くなります。いろんな国の人がいました。本当に10カ国ぐらいいたんじゃないかな。みんなで仲良く喋ってとても楽しい日々でした。はい、これあのユニクロの CM みたいで後輩に言われました。ちょうど私が行ったのは南アフリカが冬から春に、雨季から乾季に移り変わる時期だったので、こんな風に最初は緑だった植物が綺麗にお花をつけて白くなったりとかして、季節の変化を感じました。でまた1週間に1回のシャトルバスに乗って、帰りにこうやってハンバーガー屋さんに寄って、でケープタウンの街に戻ってきました。で空港から飛び立って帰りますよということです。これで南アフリカの旅はおしまいです。はい、ということで、あのもうずっと好き勝手喋ってて大丈夫かな。あのうまく後で私が編集でまとめられればいいんですけど、こんな風に南アフリカももう2年前の話になるわけですけれども、本当にあのいろんな国の人と一緒に過ごして、結構解析は大変だったし、観測も長い時間毎日一人でやってたので、その時は精神的にもかなり辛かったところもあったんですけど、今見返すと本当に綺麗だし、いい経験したなと思うし、また行きたいなと思います。ということでね、こんな写真を見るとまたいろんなとこ行きたくなりますが、もうしばらくの辛抱をみんなで頑張って過ごしていきましょう。
以上、今日のアスナロサイエンスでした。バイバーイ。